2019明治安田生命 J2 リーグ第13節ビファーレン長崎対アルビレックス新潟の一戦をお届けします。左側が青とオレンジのユニフォーム、現在12位のビファーレン長崎、右側が今日はセカンド、白と青のユニフォーム、現在8位のアルビレックス新潟です。長崎のスタメンですが、今日はボランチの位置に角田が入っています。まあ、やはりね、経験値が高い選手ですから、まあ、本人も、ね、ボランチの経験もありますし、はい、テグラモリ監督言われてた通り、まあ、この角田選手がそのゲームをコントロールしていくというところには、ね、期待していると思いますね。新潟の予想フォーメーションです。まあ、センターラインですよね、川辺、シルビーニョ、レオナルド、はい、まあ、この3選手が、ね、非常にこうゴールに向かってのプレーというのは力強いものがあります。で、まあ、攻撃のパターン、そして厚み、まあ、迫力の部分につながってくると思いますね。さあ、長崎のチャンスになるか、クロスが上がる、ヘディングゴール、ポジショニングでしたね。もちろんね、香川選手のクロスもピンポイントで素晴らしいボールでしたね。小屋が絶妙の位置にいました。もう本当にこうサッカーのね、ヘディングのお手本のようにしっかりと叩きつけて取れないコースにゴールする、まあ、素晴らしい点になりましたね。さあ、縦に入った、選手を背負ってシュートはブロックされました。まあ、ブロックはされましたが、いいシーン作りましたね、新潟は。高木、豊島へ逆サイドに振ります。中央へクロスが上がる、しかし長崎対応しますが、こぼれ球、シルビーノのシュートは枠の左にそれました。長崎が追加点の大きなチャンス、誰が蹴るか、左足、直接ゴールを狙った、追加点のゴール、大竹、見事な左足一閃、前半終了間際アディショナルタイムに追加点を挙げたのはビファーレン長崎。玉田に代わって畑純喜、3年目24歳のストライカーが入りました。渡辺龍馬、縦にボールが入る、ワンタッチで、はい、チャンスになる、シュート、ゴール、新潟が1点を返しました。渡辺龍馬、玉際激しい攻防、収めたのは長崎、縦へのボール、チャンスになります。左サイドから尾長、ペナルティーエリア中には1枚、この位置からシュート、ゴール、ミドルシュートで3点目。いや、おそらくね、今ね、畑選手触ってるんですよね。今ね、角田選手がシュートを打った軌道を畑選手が変えてるんですよ。なるほど、新里選手ですね、新里選手のミドルを畑選手がフリック気味にコースを変えて枠に飛ばしてますね。まあ、そのまま触らなければこう外れていたような軌道を枠内に抑えましたね。そうですね、よく反応しましたよね。切れ込んでいく、長崎は2枚で対応、切れ込んでいきます。うまいですよ、チャンスになる、シュートか、長崎ブロック、戻して中に切り込んでいって倒されました。 PK を得たのは新潟です。レオナルド、左隅に落ち着いて決めました。1点を詰め寄ったところで
ここで試合終了の長いホイッスル。3対2、長崎が1点のリードを最後守りきって、開幕節以来久々のホーム戦勝利を収めました。